はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はエビルサクチャレですね、やっていきたいと思います。ちなみに1人目になります。でデッキの編成はキャラ的にはね、前回と同じなんですけれども、一応 PSR の大田くんを、自前で用意することができましたので、 PSR プラゴの佐伯さんをお借りしてます。まあ、一応これでね、やっていくんですけれども、基本的に解放が全然してないよね。もうこのナッチのプラ1と国塾のプラ2だけなんで、あとはもうデフォルトなんで解放ボーナスがね全然ないんで、まあ上位に食い込める気は全くしないですね。てかエビル自体なんかすげえ経験点をね叩き出せないんだよね。安定はする、だいたい1万1000くらいをまあちょろちょろ安定する感じになるんで、なんかめちゃくちゃ爆発するっていう感じでもないんですよね。あ、そうそうそう、で評価が10上がってるけど、なんかこいついいやつ持ってます。モテモテが良かったよな。モネちゃんがねどうしてもね SR なんで、やっぱりね PSR の初期評価が欲しいよね。 SG2 人、タイヘラク2人、ダンジョン、どうしようかな。タイヘラク結構役立つからな。まあ、こっちにしておきますか。最終的にタックフィニッシュじゃなかったとしても経験点が伸びるようだったら、そこは回収してまあ行ってっていう方向だよね。なんか前も同じことは言ってるんだけど、あ、ここいいな、黒金3人、モネちゃんもいるし、これはもうなんか3つ回収しながら回復できるから、それで練習していく。ただ黒金があと1なんで、黒金1をロックしておくっていうのもまあ大事は大事だよね。いない、ダンジョンも欲しい。結局この2つか、この2つを優先させる。でもここは45、45、45って、まあ、人が4人いるから結構いい。やろう、経験点に走ろう。こういうやつって言ってもさ、これで90の135かプラスね。こういうのの積み重ねだよね。これを10回やってようやく1000っていう感じだからね。でこれは食べ物にしよう。一番下はねいいやつが手に入るんで、もうすでに持ってるから体力を回復させとく。ダンジョン1人回収はできるけど、全部で2人しかいないから、人がねいればいるほどソウルを回収できるんで、まあソウルっていうか経験点ね。佐伯さん早えな、一応小モテだからか、新小モテと呼ばれるテーブル。あ、ホモテテーブルだからね、だいぶ強くなったよね。え、これ何がいいのこれ。磨いておこう。コツよりは経験点が欲しいから、そうだね、40、33、100くらいか。あ、タヘラクもまあいける。ダンジョン1、ナッチいきますか。いいね、やっぱ回復できるのはでかいよな。これマジで意味不明だよ。ダンジョン1、 SG2、 タイヘイラックが、まあ、一応回収はできるか。これも100か、100あればこれタックフィニッシュ決められるけど、経験点、いや黒金1をあと回収しておきたいんだよね。で金徳は進めていく。やる気が上がった、やった。でダンジョン1、黒金1 出た、明鏡なぜかいっぱいいる現象。ちょっとここは黒金ロックして、10月中に黒金を回収しておきたい。モネちゃんはまだ全然足りてないから、評価がレイリーが下げてくるからね。ここで黒金が回収できるけど、ちょっとここは経験点に走ろう。まあ、モネちゃんの評価も上げておきたいっていうのがあるんで、
で、できれば次で黒金を回収して使ってモネちゃんの告白を起こしてダンジョン回収しに行く。ダンジョンと3人だからな。 12% か。メンタルに佐伯さんがいるな。これはちょっとでも回復のためにやっておきたいな。やろう。よし、経験点ゲット。これで黒金の回収が遅れていくんだよね。黒金を使わないとモネちゃんが乗らないから。いや、これはもう回収だな。さて、これで黒金使って、使えばさすがに乗るでしょう。ただいかんせん体力がない。メンタル1。いや、微妙微妙微妙。これは寝ちゃおう。アイテム使う寝れない。え、これ誰が言った？大田くん。一応競争心、まあ、大々よりは競争心でいいでしょう。コツはあまり関係ないけどね。いや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 、全然しょぼいな。どうしようかな。太平楽。いや、また寝るのは。だって一応カロリーは持ってきてるんだけど。え、また寝る？また寝よ。で、ここ何がいいんだろうな。下は基本的にコツが取れるんだけど、上にするとどうなんだ。経験点が欲しい、とにかく。あ、経験点、よし。あ、どうなんだ。一応盗塁が取れたな。よし、告白は来てくれた。付き合おう。さて、そこから11月か。ダンジョンの回収率が悪すぎる。ちょっとダンジョン最優先に。あと2人、2人ロック。ここは回収。ダンジョン間に合うか。高田くん、どうしよう。これ上でいいや。なんか微妙だな。もうちょっと経験って欲しいな。体力減るんだったら一応ミート上げとく。 B ぐらいにしとこう。で、メーカーブレイマックする。いや、ダンジョン無理だな。回収できなそう。じゃあちょっとメーカーやっとくか。いや、ダンジョン、いや無理だな。これはちょっとダンジョン無理だ。身長そんなでかいの？大田くん何センチなんだろう。ここはジェイル回収しときますか。じゃあ、ここら辺も取りこぼさないことだよね。そのダンジョンとか、ダンジョン取りこぼすとすげえ経験点マイナスになるからね。マイナスっていうか、本来取れるはずの分が。メンタルで回復しよう。ただまあ、ダンジョンは結局あれをやるんで、フライテム使おう。最後にデートで一気に経験点を回収するっていうやり方もあるんで、まあ、スルーはしないっすね。これ回復するやつか。ちょっと次あれだからな、クリスマスだからな、別のところで起こってほしかった。まあ、20か。まあ、デートで使えればいいか。マッスル3人やろう。あとは経験点300を中心に回収して、もちろん収益も回収しに行かないといけないから、やることがたくさんだよ。
よし、とりあえず、とりあえず大吉。一応メカのところが回収はできる。どうすかな、やっとくか。そうか、レイディがいるか。てか全然コツ潰してねえな。あ、撃った。あ、経験点結構くれんね。でここもスープだけにして回復して、そこから、あー、これ回収しよう。でかい、ちょっとパワー上げとくか。弾道3欲しい。パワーも本来 B 欲しいけど、 いかないそこまで。で B にしよう、まあ、C くらいにしておこう。これでいいや。ほい。お、しかもナッチのコツがある。しまった、ローボルヒッターとか潰してね。パワーヒッター合格だ。ほう、意外性、いや意外性ももう取っちゃおう。盗塁1、いや、パワーヒも取ろう、広角も取ろう。で意外性取って、待って、パワーヒッター置いとこう。まだナッチのイベントがあるし、意外性取ってチャンスメーカーも取るでしょ。ローボールヒッター、まあこんなもんでいいか。メカが1人回収しておきたい。あ、モネちゃんでロックできるのか。モネちゃんロックは結構でかいよな。てかここも142か、回収しておこう。やっぱ人が5人いるとめちゃくちゃ回収できるね、経験点的に。で SG3 人、悪くないな。3人ロックは悪くない、やろう。結構塾が2回目。ローボールヒッター取ってあるからな、すでに。これね、なぜか体力回復してくれるからね。波動が2人、ブレインマッスル、明鏡はいらない。経験点的にここを回収するか。あ、モネちゃんロックできるのでかいよな。いやでも経験点だな。こういうのをコツコツとやっていこう。でバレンタイン、体力的には余裕があるね。パワコはいらない。45か、結構でかい。5人いるからか。いやーでもちょっとシラスはロックしておきたい。スカウトさんもいるし。SG がいける。36、メカニカ、モネちゃんか。でもモネちゃんにしとく。モネちゃん評価低くね、全然上がってねえな。一応ラブパワーで、ここは下にしてちょっと、まあ精神ポイントもらっておきますか。一応回収できるけど人がいないからか。30いくつ、48か、28だったらもうここ回収しちゃおう。経験点になるところを選んでいきましょう。よーし、いいところに来た。パフェありがたい。これかなりでかかったな。カロリーバー使おうかなってちょっと思ってたから。よし、30ポイント。一般のねあれにしては悪くない。太平楽も使うからね、やろう。でナッチはあと補給骨が残ってるんで、来た。これでナッチの骨自体は全部取ったね。やる気が一気に下がっていった。55 36 36 36。ブレイマッスル1人か。27 27 37。じゃあここモネちゃんラブパワークレック。よし、輝いている、輝いてるけど回収がな。下でいいや。モネちゃん評価下がるの、上にしとくらよかった。どうせストライク送球なんて取っても取らなくても、私は67 67 67。これでかい。てか敏将がスイープ回収しますか。じゃあ
はい、OK、 ひたすら経験点を狙う。タックフィニッシュの回数とかいいよ、そっとしておこう。もう4月になるか。いやー、やっぱり回収率が良くないな。俊英1人、経験点だな。で、FG を使っちゃうか。っていうかさ、ダンジョン全然出てきてなくね、ダンジョンの人たちが。よし、やる気は上がった。で、SG ゲットした。2人、いらねえ。102、でかい。やろう。さっきモネちゃん評価下がったから。で、タイヘラクゲット。もうここモネちゃんじゃなくてタイヘラク使おう。これはやる気が下がった。いや、いやどうしようかな。一回これ使っちゃおう。で、2人、1人。これブレインナッツはちょっと回収したいから、じゃあ能見さんをロックしますか。で、パーフェ行こう。体力を回復したい。 OK、 とりあえず成功。パワーヒッター。で、これはなんか下でいいかな。捨てよう。2人、能見さんが回収できる。メカニーもまあロックできるときにロックしておくか。一応ちょっと試合でミスしないように多少上げときますか、基礎能力を。呼吸は C クラにしておこう。一応どうでもいい。ファーストじゃなかった、外野か。人がいっぱいいるから外野にしたんだ。71か。でも5人いて71か。どうなんだろうね。だったらメカニをロックできるときにロックしておいてもいいと思うんだよね。どうかな、これ使っちゃおう。ちょっとメカニをロックしよう。ダブルタックだったんだ。いや、敵だ。よし、モネちゃんの評価は上がった。1人、1人、1人回収。監督ってやる気上げてくんないのかな。あ、これってやる気上がんなかったっけ。体力は回復するよね。太平楽と効果合わせてマックスまでいくかな。あ、やる気上がった。 OK、 買い出せ。この試合どうなの、どうなの。いいと思うんだよね、これは。ちょっとミートは A にしておいて、パワーは B、 パワーヒタ取ろう。 OK、 4点。誰かがホームラン打ったか。てか、すげえ点取られる。恒例の闇の打たれる病。勝ったからってなんかいいことはないよね、別に。34、1人、1人。なんなの。シュウエイロックしておくか。ちょっと危ないから。てか、ダンジョンもうちょっと回収できないと困るんだよね。メカニー、俊英、ダンジョンやろう。で、6月のもう4週からデートに入んなきゃいけないんで、ダンジョン使って。それまでに回収はしたい。27、174か。これはいいな。134、これまだ残ってるから、どうしようかな。経験点的にはでも一気に
いやでもこれなくなっちゃうからな、もしかしたらまた肩が来るかもしれないということを考えることで、先にこっちを回収する。お、いいね。で、あれが切れたか。俊英2人、ここまだいけるな。俊英2人ロックしておこう。で、そろそろちょっと精神を回収しないと。いや、これ俊英が回収できないな。あ、ここがいける。うわー、しらすか。いや、きついよ、ほんときつい。全回収無理だよ、ほんとに。いや、なんかさっきもアベレージヒッター取ったな。ちょっと待って、あと2回の練習でダンジョンは絶対回収しなきゃいけないから、ここはやる。で、残り1。最悪モネちゃん別に金徳いらないからデート捨ててもいいかもしんないんだけど、どうだろうね。2はもう無理だからな。俊英1か。次でこれロックして回収できれば回収しようで、回収できなかったらデートに走る。で、あのカロリーはあるからとりあえず大丈夫だ。全然回収できねえ。全然回収できねえわ。ってことはじゃあこれ使ってデートで経験点を稼いでいきましょう、モネちゃん。ここからもうそうだよね、それなりに入るよね、やっぱり。で、またちょっとさばいていく。少し臨床ポイントがあるね。パワーは A まで持っていけるか。盗塁、送球、阿部比、内野安打、流し打ち。あ、独身術欲しい。精神的支柱も持っておこう、試合で役立つから。独身術、まあこんなもんでいいか。で、あとはひたすらデート。デートの方がだって経験点入るでしょ、どう考えても。練習するより。これもちろん全力。いや、でかい。俊英がないのが痛いな。ハマるっていうのはいわゆるその回収もうまくいってフィニッシュもうまくいってみたいな感じだよね。まあ、タックフィニッシュの回数は少なかったとしても、最後なくすときに大量に経験点が取れるかどうかっていうところ。そうだからね、レイリーとか試合経験点ボーナス、今の自分のレベルだと思ってないんですけど、そこら辺もね、試合経験点ボーナスが出てくると。国樹君も試合経験点ボーナス 5% なんで、 PSR の42だから、そこも底上げして、レイリーも試合経験点ボーナスつけてみたいな話になってくると、またね変わってくるんだろうけど。体力は気にしない。あとはひたすらデートしかしないから。特に選択肢とかないからね、モネちゃん。それは楽。甲子園前にってかさ、デートしまくるとかイカれてるよなこいつ。お前ほんと甲子園行くつもりあんのかよっていう。まあ、モネちゃんもモネちゃんだけどね、それに付き合う。精神が600あるな。まあいっか別に。あ、今回ね、その彼女キャラだからね、どうなんだろうね。一応上限アップはついてるけど、
そう、あとスナイパーらしいですね。今回はクリーンナップからの攻撃になります。またこれもエビル用かな。エビルって結局スナイパーが不足してるじゃないですか。もともとの役割分担でスナイパーが数少なすぎるんだけど、ツーアウトランナー一塁三塁という場面、それを考えるとやっぱりエビルの報酬で、まつりちゃんがねレンジャーだからねちょっと使いづらいんですよね。だそこをスナイパーにして、まあ、ちょっとでもね使いやすいキャラに育て上げてるというところかな。まあ、もちろん上限アップもつけてなかなかいい守備をしているじゃないか。8点とかさ取られすぎでしょ。まあ、うちが点取ってたからいいものを8点ってどんだけだよ。じゃあ最後デート、てか乗ってないんだけど大丈夫これでさ乗る評価どんくらいなのこれ。5。守備アップも意味ないしね。ちょっとバースト取るかで祝福競争心、逆襲は精神をかなり使うやつだね。あとなんかある、対エース取っとく、逆境極の満了とかも取っちゃおう、もう別にいいや、チャンス取ろう、試合で役立つからけんなんもね。あしまったここら辺使ってねえや、一ターン2個ずつ使っていかないと、俊英を使うあれが なくなっちゃったからね。ちょうどいい、でも牙がいるんだ。ただまあ能力的にはね問題ないでしょ、パワーヒも広角も持ってるし。お待たせいたしました、エビ点を取らなくてはな、マジで失点するかな、こいつら犠牲フライにはなった、最悪の仕事はしたな、最低限の仕事はした。やったった。やばい、こういう舐めたことを言ってると打てないから、ちゃんと。OK。もう一回待ってこい。待ってくるな、これ。よし。ちょっと怖いけど、点差が。OK。よく1点で抑えた。で1個ずつ1個ずつ使っていく、筋力、太田くん、太田くんってこっち何持ってたっけ、悪球打ちとか持ってたな、そういえば潰してないけど、別にカロリーが1個あるんでカロリーを使おう、最後練習できるように。PSR のね解放が本当難しい。0対0で迎える2回です。まあ、30% でね SR 突っ込んでやっていくか。さあ次の投球投げた。 SR だってプラグにするのにさ、あの PR とか食わせないって考えると6枚必要だからね。そこにね PR とかかませてくるから、実際にプラゴを1個作るのに6枚必要かって言われたらそれはまた別だけどさ、一応価値的にはそういうことだからね。全力ライジング打った、全力ライジング食らった、超痛そう。ツーアウトランナーなしという場面でスバル投げました、見送ってボール。第2球インキューとかさ、めちゃくちゃ硬いよね。だって第3球は超痛そう、よく0点で抑えたな。こっちさ俺の点しか取ってないんだけど、これ一応かぶらないでよ、もうこの10ポイントも回収していく。
知らせができなかったのか。だいぶ余ってんな。あと何がある？対左とかアーサーってどっちだったっけ。よくわかんねえ。粘り打ち、あ、初球から狙っていく。あとは追い打ち、なんかラッキーなことが起こるかもしれん。ささやきとかだって関係ないもんね。打球伸ばしとくか。速攻打開、これでいいや。ダウンテイ能力って何があるのだって。最後タクはいっぱい来てんな。どれ、経験点的にはこれだ。大田くんって精神ボーナス持ってんだっけ。70か、経験点でもう使い果たしてはあるよね。行きましょう、最後の試合に。お待たせいたしました。1点取られてる。2回の裏1点を追いかけます。エビル攻撃に入ります。この回のトップバッターはスバキ。投げました、完全に外れた。ボール、ボールが先行するね。第3球を投げました。ちょっと待って、振り遅れた。宇宙側へのスライス、掴み悩んだ。今ちょっと高速シュートなのかどうかちょっと悩んだ。エビル追う展開で迎える4回です。その結果ワンアウトランナー、振り遅れたけど今度は逃さない。右に流れてるから若干振り遅れてんだけど、エビルリードで迎える6回です。先ほどツーランホームランを放っている。あ、ジャストミート、ずれた。独身術せっかく発動してたのに。あ、これも狙う。ワンアウトランナー一塁という場面でスバッ、今日2打点を挙げています。第2球投げました。ここだ、よし、まあまあまあ OK でした。それで試合も無事勝てたし、これでどこまで、なんかさ、別に爆発感とかないからね。俊英とか落としてるから、いや、これ経験点取れたなっていう感覚は全くない。全部回収するのはちょっと無理だよ。どれを優先させていく、みんなどうしてんだろう。で、結局何点って1万か。そうだから1万1000前後うろちょろするんだよね。もう能力はどうでもいい。総経験点が1万ちょっと、いや、これはやっぱダメだったね。1万1000がそもそもいかなかったし、いや、俺的には1万2000出れば多分上々なんだろうと思うけど、ここのボーナスも多分低いよね。なんかもうトップレベルの人たちってなんか 200% とか言ってるからね。特攻イベキャラと上限解放ボーナスが4000以下、もう全然ダメだな。いや、でももうちょっとこの解放状態だと本当狙える気がしないんで、なんかいろいろゲットしてますけれども一応そんなところですね、というような感じで今回はこれで終了したいと思います。まあ、またいいのができたらそれはツイッターの方で、上げさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。こうやってなんか配布用のなんだっけ、あの人手に入るのかな。それだけ見よう。あ、入った入った入った、栗原舞ちゃん。というわけで、これで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。